ハンさん、ありがとうございます。あ、おりちゃだ、おたろう、おたろう、お、大の、コジーさん、ありがとうございます。こんにちは。ちょっと今日早め、あー、来て来て、はい、コタロウくんです。男の子です。あ、どっか行きました。あ、やべやべなんか今日はちょっと乗り気じゃないみたい。あ、寝そう。うん、こんにちは。ね、かわいい。なんかマジ夜のコタロウってマジかわいいんですよ、ほんとに。なんかあれ、黒目がでかいから、暗くて黒目がでかいから、部屋暗くしたらね、映ってくれないからな。コタローの寝顔も可愛い。あ、そっち行かない。なんか私の今机の上、あー、ダメダメ。なんかね、汚いから登らないらしいけど、コタロウが登りたいって言うなら。そう、結構コタロウ、おいで。やばい、構えてる、来る、コタロウが来る。来て、おいで、コタロウ。そうなんだけど来ない。おいで、おいで。かわいいな。強制的に来させる。どういうことだろう。いろんな遊ぶ道具がないんですよね。コードとかね。
ャンプするんだ、そっから。ことろおいで、ことろおいで、あ、来そう、おいで、ことろ、ことろ、ことくん、ちょっと怖そうこビビリだからいけないかな。構えてはいるんだけどね。なんか今配信来てして何してるんだろうってなる。来ないかな。でもね、めっちゃ構えてるんだよね、めっちゃ。今すぐ来そうな顔だけ。あ、来た。あ、大丈夫か、ことる。あ、恥ずかしがって隠れちゃった。ことろ、おいで、出ておいで。恥ずかしかった。ことろってね、着地とか失敗すると恥ずかしがってね、そう、あの、恥ずかしがってめっちゃ隠れてるんですよ。大丈夫です。これは日常茶飯事。結構ね、着地失敗するんだよね、太郎。ちょっとね、初めてジャンプするような場所だったかもしれない。コタロ、そんな時もあるよ。元気出そう。うん、太郎がいなくなっちゃった。そうね、昨日さ、夜あげたさ、小太郎めっちゃ可愛かったでしょ。まあ、で、私が撮った中で一番可愛いと思ってる小太郎、あの小太郎が一番可愛いと思ってる。また逃げちゃった。めっちゃ可愛いでしょ、あの子だろ、マジ。あれ何枚もある、あの写真だけ5枚くらい、全く同じだけど。え、可愛かったでしょ、マジで。コタローの可愛さを世に広めたい。来た、成功。あ、またどっか行っちゃう。コタロー行かないで、行かないで、コタロー。ごめんね。おれ。
親指。コタロカメラ目線。ちょっと今日はコタロおとなしくないからなんかベッドは嫌らしい。なんか私のあれだ、なんかちょっと待って片付けよう。これがね、私の筆をなんか文房具で遊ぼうとしてるから、なんかヒューヒューさ、だってさ、どっか行っちゃったら困るじゃん。そう、私昨日ね、理科の宿題終わらせた、頑張って。そう、理科の宿題を頑張って終わらせたの。なんか直流とかさってさ、直列回路、直流じゃない、直列回路とか並列回路とか、なんかそこのさ、なんか求めるあれあるじゃないですか、求めるやつ、なんか覚えてます？皆さん、なんかここがなんか何 V ですかみたいな、何だっけ、 V なんていうのか、あれ、そう、何ミリアンペアですか、アンペアですかって、あ、そうだね、死ぬほど嫌いで、私お兄ちゃんに聞きながらやった。ボルトか、そう、これをもうマジで嫌い、あそこほんと好きじゃない。なんか私嫌いっていうか、私がめんどくさいからしてないんですよね。なんかもう、なんかなんていうんだろう、もう今更公式とか覚えるのめんどいなと思って。そう、なんか数学の公式とかだったら一生使っていくじゃないですか、それを。けど理科の公式は、まあ、その時だけしかなんか使わないかなって思って。そう、そう、でもなんか結構ね、宿題は早め。でもね、私ね、結構なんか真面目な話言うと、なんかもう宿題は答え見ずに、もう自分の力で頑張ろうみたいな。やっぱりなんかもう1年生の頃とか結構、私本当に中1まではなんか答え見ないの当たり前じゃねみたいな感じだったんですよ。なんか本当答え見てやるのありえないよみたいな感じのタイプの人間、結構私優等生っていうか、なんかね、まあ真面目キャラなんかみたいな感じで、本当になんか答え見てするのは、あ、365日、あと10日やん、やった。そう、なんかなんかね、本当に私中1のことめっちゃ真面目か分かんなかったけど、まあ、そこそこ、まあそれなりには真面目だったんですよ、結構。だからなんか宿題とか忘れたことないし、忘れ物とか全然ないし、宿題もささって終わらしちゃうし、なんか勉強好きだったから、結構勉強好きだったから、あの放課後さ、みんなが部活してる間、私帰宅部だったから、その間勉強ワーク進めたりとかしてたんだけど、やっぱもうそんなあれ、なんか余裕がなくなっちゃって、2年生入ったから急にちょっと初めて答えを移すっていうことをしてしまって、そう、でも私は今まで答えを間違えるってことをしてきたことがないから、答えの間違い方が分かんなくて、なんか答えの間違い方というか、そのなんて言うんだろう、
答えを写すときに、写すじゃないですか、そのときになんかわざと間違えるみたいな、どうやってやるのみたいな感じで、なんか結構そう答えの間違え方が分かんなくて、お兄ちゃんとぐっちに昨日聞いたもん、どうやって間違えるって言っていつも、本当に私ってもうなんかそれそんな悩みあるの、私優等生だなと思っちゃった。優等生だった、そうだからどうやって間違えるのかなっていう、なんか全部赤ペンで書けばいいかな、逆にも振り切って答えマジ見てますよみたいな感じで、それってね、そうよくわかんなくてでも昨日はでも理科とか社会って私の結構苦手分野なんですよ、だからしかもその夏休み明けテストあるんですよね、だからさすがにちょっとやっとかないと、なんか成績には入らないけど今後の受験のことで結構先生にさ、いや これだったらいけませんよみたいなさあるじゃないですか、いろいろ、だからやっぱ自分のために理科と社会だけは頑張ってやろうと思いました。でも私結構国数理はいけるタイプの人間だからそこら辺は大丈夫。ちょっとマジ2学期はテストマジで頑張ろうと思って。グッチから真面目にやりなさいとか言われないんだ。言われないね。なんかグッチも答え写してたのかな、わかんない。どこの単位やってるのって言われて。いやなんか今から時間決めては写すほど出せなくてよくないって言うけど、私は結構昨日本当に頑張ったの、結構もう昨日は5ページぐらいだったのにそれに3時間かけてるからね私やばくなんなかった、なんか自分の無知さにびっくりする、ちゃんと授業真面目に受けようと思って昨日本当に頑張った。で昨日ね笑顔荒らしちゃったんだよ、頑張って。え、5ページはそうか、もっとしたもっとしたけど、まあ、そんくらい1,2,3,4,5 もっとした、あ、全然してたわ6,7 あ、でもここ違う、うん、なんかわかんない4でもめっちゃ私昨日頑張った。いやでも私昨日ね夜中の11時から11時半から3時半まで勉強してました。偉すぎ、なんか暇すぎて暇すぎたから宿題しようってマジで偉い私って、偉い。やっぱり苦手分野だからね、そこはちゃんと勉強してた方がいいなと。そうなんかそうグッチと今日めっちゃ話してたんでさ、私なんかマジ中学生はマジあのなんか青春しといた方がいいみたいな、中学生ならではのみたいな感じであれじゃん、なんか中学生ならではみたいな、青春しておいた方がいいよって先輩から教えてもらいました。
そう、教えてもらったの。ことよき。なんか、やっぱ学校でしか味わえないこともあるみたいな。教えてもらったから頑張ろうと思いますって。首かしげとる。かわいい、かわいいね。おう、でもね、今どんぐらい、ちょっと今からあれしていい？なんか宿題今どんぐらい進めてるか自分。ワークもあるからさ、終わんないよ。でもなんか作文系はないわけですよ。なんかあんまり、なんか作文系はなかった。今年なんか、私1年とか2年の時なんかもう普通に結構ね、なんかこれについて、なんかそう、なんか選択課題みたいな感じでさ、これについて、あ、いや、あったあったあった、なんか全員の作文書きなさいって宿題があった。理科はね、でも意外とありそう。作文あったよ。全員の作文って何書くんだ。よく見てないか分かんないし、宿題。でも作文って意外とちょいのちょいなんですよ、書くの。でも結構原稿用紙あった気がする。最悪だ。あ、私結構ね、なんかね、なんかすググったら出てくるじゃないですか、いろいろ。それパクりながらやる派。でも結構なんかもうモードに入ったら長々書けるな、私、長々と結構ね。けどなんかモードに入らなかったら、なんかちょっと書き始めるまでが長いから、なんか結構個人的にはそう、書き始めるまでが結構長かったから、長いから、なんかまあゾーンに入っちゃえばいける。まあ終わると思いますけどね。終わる、きっと終わるよ。で、そのもう宿題のことは一旦忘れて、なんか夏休みをどう楽しむかっていうことを始めたい。まだね、8月は夏休みじゃん、ほぼ。だからね、いけるよ、いけるいける。カレーネンとお待ち、できました。今日、今さっきしてきた。そう。でも水着持ってないから、プールはいけないし、プール行きたかったな。でも行けるからやめとくか。そう、提出日までやればいいんですよ、結局は。だから始業式やらないといけないやつは頑張ってやって、でもさ、みんなどいつぐらいが受験勉強のシーズンな、もう夏休みを明けて受験シーズン、みんな受験勉強的な感じ。
ね、私ね、服買ったの。なんか、あの服買って、この前服買って、その時に買った一つがめっちゃ、あの、あれだった。夏っぽい、なんか海って感じの服で、めっちゃ可愛いから、海いいね。海いいね。どっか海。なんか糸島とか行きたいよね。糸島とか行ってちょっとなんか冷たい飲み物持ってなんかサングラスかけてもう受験勉強のシーズンなのか。じゃあ頑張るわ。頑張る。葵ちゃんさんありがとうございます。なんかみんなとなんか私本当になんか結構悲しい話、ロッキーとしか LINE しない派なんで、しない派っていうかロッキーとしか LINE してないんで、なんか結構周りのみんなが何を知ってるかが分かんなくてさ、遊びたいね。でも夏休み中じゃない、逆にも遊べるのって。でも一人はそんな学校のこと、リンリンリンクが3コインズの1100円のサングラスがいい。どんなやつだろう。1100円、サングラスって1100円もしちゃうの今時。夏休み中はそのどっかやっぱいっぱい遊ぼう遊ぼう。なんかうちの学年の人ってか私が仲いい人だけかわかんないけど、なんかそんな勉強してるイメージないんだよね。まだまだまだしてなさそうみんな。なんかこの前もなんか前友達ん家行ったんですよ、急遽ね。みなと8月4日かな、そうみなと遊んだ次の日に、あ前日に、アミエと遊んだその日に帰って、なんかめっちゃ暑すぎたから、なんか結構なんかね、そうその話、なんかめっちゃ暑くてその日もうマジめっちゃ暑くて、そうそうそうめっちゃ暑くて、なんかで暑いくせに私はあのなんかちょっと家が遠い、家が少しだけ遠い、なんか歩いて行ける距離では全然あるんだけど、ちょっとそんな感じのなんかスーパーみたいなとこ行って、でそこね、なんかスーパーだけどなんか化粧品コーナーがめっちゃあって、そうめっちゃ広いスーパーだからさ、なんかあるじゃん化粧品コーナーあるスーパーとか、そこに行きたくて行ったんですよ。でもそしたらその途中でめっちゃ暑くて、やばい夏バテっていうか、夏バテっていうか、なんか熱中症になりそうだなって思うくらい結構やばくて、暑すぎてね本当にやばいと思って、とりあえずコンビニ入るんです。コンビニ入って冷たい飲み物買って、友達に今いあのそうで私がいた場所にいた場所と友達の家がすごく近くて、そうそうそう急遽行った。でその時に友達に聞いたのは結構なんかなんだっけな、でもオープンキャンパスで行くんだとか言ってて、そうそう。ゲームしためっちゃ。しかも友達ん家でショールームしたのその日。なんかもうその結構夜遅くまで一体派だったから、 あの迷惑がかからない程度に。そうそう。だから。そうゲームした、なんか弟くんがいて、マリオカートとなんかテニスのやつした、マリオのテニス。
感じようかなと。やっぱね、スイッチが一番楽しい。まあ、4歳ぐらいだったかな、なんかめっちゃちっちゃくて、 4,5 歳ぐらいでちっちゃーと思うのが3人でお留守番しました。やっぱね、友達遊ぶ、あ、そう、なんかさ、なんかグッズともうなんか同窓会とかがない限りもう会わないかもしれないじゃないですか。普通に全員と全員 LINE 交換してるわけでもないし、会わないかもしれないじゃないですか、普通に考えたら。だからなんかまあ今のうちやっぱ楽しんどいた方がいいっていう先輩のアドバイスいただきましたので、確かにそうだよねと思って。会わない人もいるし、これからずっと一緒の人もいるだろうけどみたいな。でも私ね、もう一回遊びたい子いるんだよね。なんかあの前に遊んだみたいな言ってたじゃないですか。なんかあのなんか私がもう本当に中1の頃から本当にこの可愛いと思ってたことを遊びに行ったっていう話を、そう、なんか覚えてました。なんかマリオの映画見に行った時なんですけど、その子をもう一回誘ってみようかな。そうそう言ってたでしょ、なんかもう可愛い子がいるんだけどみたいな。めっちゃ可愛い子っていうか、私タイプっていうか、なんかね、ちっちゃいしね、お目もめっちゃやばいの。なんか二重で、丸くてめっちゃでかくてみたいな可愛い子がいたから、その子と遊び行こう。みんなその子 HKT に誘わないんで誘わせないんで そう、でもね、なんかね、わかんない。あ、それからどこ行こうかな。なんかえ、てか私さ、うんこミュージアム行ってみたいんだよね。楽しそう。学校の後輩とか仲良くした子が一人だけいます。一人だけいます。なんかそうそう、一人だけいて、たまに話すかも。なんか最近話してないから分かんないけど、前結構話してた。そう、なんか友達の部活の後輩みたいな感じでたまたま会って、そう、その部活の私の友達たまたま会って、その時にその子と他のに友達とその子の後輩、同じ部活の後輩がいて、後輩ちゃんで、ちょっと LINE 交換して仲良くなりました。ではね、そのもうそれ以来会ったことないのね。結構最近だから、最近ってほど最近でもないけど、それ以降なんか会ったことないから、なんかまあね、昼休みとかね、会えたらいいねみたいな。そう、
でもなんかさ、卒業って悲しいよね。なんか私結構寂しいと思っちゃうかも。わかんないけど。で、そろそろ終わりたいと思います。で、あとでワンチャンまたするかも。13位、シンさんありがとうございます。12位、おたまちゃんさんありがとうございます。11位、ギアさんありがとうございます。10位、ヒデさんありがとうございます。9位タランボさんありがとうございます。8位バイケンさんありがとうございます。7位ペシさんありがとうございます。6位モリジョーさんありがとうございます。5位サタンさんありがとうございます。4位リカさんありがとうございます。3位ステックさんありがとうございます。2位タダの魚さんありがとうございます。1位アオイちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、ね、ワンチャンワンチャンね、ワンチャンあとで、まあ、するかもみたいな夜とか。ありがとうございました。